はいどうも、セブンナイツおじさんです。韓国版セブンナイツやっていきたいと思います。とうとうね、 PVP をね110まで解放しました。でちょっとどういう風にやったらいいかわかんないんで、これちょっと私のまあまだクリス入ってないけど、まあ孫悟空軍か今はだと、どんな感じがおすすめなのかぜひ教えていただけたらなと思います。もうね、ちょっとよくわかんない。はい、悩みどころですね。まあ、とりあえず115まで、80ぐらいだったところから一気に115まで解放されたんで、まあかなり変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、エヴァンがね、今星5一体手に入ったんで、あとアルレシアもねいるんで、まあ、これを上げていけば、まあ、またパワーアップできると思うんで、頑張りたいなっていうところと、クリスもいるよね。うん。で、あとね、ユージ一体手に入れました、星4で。で、これを使ってまた、8凸になるのかな、ユージ。7凸か、になりますね。はい。衣装ないから衣装を手に入れときます。これ買えなかったの痛いね。はい、じゃあ早速ちょっとやっていきたいと思います。今2074点で6勝3敗できてます。いやす、あーちょっと待って、今コウ君どこにいるの。コウ君はまだやってないか。よし、よっと。ルフがいるな。孫悟空レベル46って書いてあるな。まあ、ただミアとリーはあまり強くないので、きついな。ルシアのバフがなくなっちゃったな。気絶させられるし、すごく弱っ。あの出るの弱くないですか。まあ、エヴァンはいないから反射がね、免疫なくなってもまあしゃあないって感じだ。やべ、ちょっと当たってよかったわ。あんまり効かないね。うやー、助かった、覚醒が使えた。ただ倒せない。うふう、まだ孫悟空分身してないから。てかメロン不死のリングって面白いね。
まあ、レベル的なところはある程度クリアしてると思うんでね、登っていけるんじゃないかと。あれ、さっきと同じ人じゃないこれ。これはきついな。地の一撃来ると死んじゃう。あー、これでも死んじゃう。うわー、エメリシア、ハルデシア、完全ホールじゃん。違った、完全ホールじゃなかった。あー、あ、耐えた。キープしてるんで倒した。オッケー。これ貫通の方か、こっちが貫通か。分身倒した。あともう本体だけです。達成スキルで。しました。結構いい感じだね。アルシアレベル46とカイルレベル46。やべえ、エビだな。めっちゃネタってくんじゃないかな。うー、死んだ。やばい。うー、固定ダメージが強いな。これでデロンズはまだか。これきついな、負けんな。ちょっとね、バフ剥がしがうまく詰まってないですね。ポジティブバフ解除とか使ったりとかしちゃってるんで。うー、何あれ。あのクリスが機能してますね、しっかりと。レベル46だしね、強すぎるわ。クリスに1ミリもダメージ与えられないでしょ。これ貫通だから無理っすね。すごい、もう圧倒的敗北。ハイキューパーにはね、カリンがいい、恐ろしいんですよね。全回復活と覚醒スキルで全員復活がね、満タンで復活させるのね、本当恐ろしいっすわ。強っ。エヴァンがもうボコボコです。やばい。いいね、いいダメージ。スキルとスキル
不死の任務だったね。さすがに勝ったな。まだ分身してなかったんでね、俺の孫悟空が。いいぞ、いい調子だぞ。あー、メルキルのコーリアン後ろにいるのはテオだね。バカ剥がし打たないと相手単数バフが多い。よし、ナイスです。うおー、もう覚醒スキル使った。はいえー、たまんの。まあでもシルビアはまだ暴走中じゃなくてよかったわ。メルキの耐久性がね、やばいんだよね。よしよしよし、剥がしていくよ。剥がれたね。どう、とりあえず寝てきた。でもシルビアはもう倒れちゃうんだけど、このままだと。これは結構いけんじゃない？OK。でもメルキルは倒れない。でもこれで倒れんじゃね？エヴァンの反射で。そこまで当たんなかった。よし、倒したメルキル。であとは孫悟空の匂い棒で。絶好調、いい感じっすね。何点から、2400からダイヤか。シルビアも一体いるんだっけ。確か一体いるはず。いるね。シルビア魔法だよね。ユージも魔法だから、シルビア育てて、ユージ一体育てて、結構大変なんですよね。元素がない、俺とにかく。とにかく元素がない。なぜこんなにないっていうぐらいない。予備ダンジョンサボってた時があったんだろうね、きっとね。あかんすわ、ほんと。だからちょっとしばらく甲状腺ポイントはとかは元素に変えていこうかなと思います。あれもうなくなっちゃったね。そういえば鍵のやつ、鍵ガチャ、あれでもうちょっと元素やっとけばよかったかな。まあいいか。で、あとは、イニシエの塔。
ポイントも、ちょっと元素交換しよっかな。交換してみようかな。よっ。3で選択か、微妙。やめとこう。これで1個取って、あー光かで、あと残りをこれで、うわ光だ。まあいいや、ちょっとこれもやっとこう。よいで、あーやめとこう、やっぱやめとこう。はい、まあこんな感じで、もう元素をね、もうほんとどうにかして手に入れなきゃみたいな、まあそういう状況ですね。はい、頑張って育成進めていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。